こんにちは、ヴィンセントです。今回はウルトロイドゼロ降臨を、レオとシバドラ使って高速でね攻略していきたいと思います。基本的にずらししかしないので、非常にね簡単にクリアできると思います。ではまずはリーダーレオには、正月エノーラですね。12ターンの間っていうのは必要ないので、代用としてはねペルセポネとかでも全然ね OK です。で、途中はねこの回復生成のスキルが強いって感じですね。はい、でウルトラマンレグロスは、ボス戦でこの最初のね3ターン遅らせるっていうスキル、これが生きてくるというか強いので、採用しました。で、武器は北斗の剣のレイですね。採用ポイントとしては覚醒無効を持ってて、かつ、2ターンの間ダメージ無効貫通っていうところで採用してます。はい、でシバドラ1体目には10連ガチャドラですね。バインド最初ね打ってくるので、できればバインド耐性持っててスキブとかね持ってると、いいかなと思います。で2体目のシバドラには正月リーチェですね。正月リーチェじゃない、普通のリーチェですね。バインド持っててスキブ2っていうところで採用してます。とりあえずスキブ17になれば何でもいいんですけど、結構ねスキブが少なかったんで、はい、で3体目のシバドラには甘小泉ですね。でフレンドの、紙結びにはスオですね。スオ採用ポイントとしては、軽減、長めのね軽減スキル持ってるキャラっていうところで採用してます。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層ですね。1階層スキブ17溜まってないとシバドラ使えないので、ちょっと注意が必要ですね。でシバドラ使ってヘイストかけて、でそうすると正月エノーラ溜まってくるんですけど、火がないのでちょっと一旦適当にずらしたりして、で2体目のねシバドラ使ってヘイストかけて倒していきます。ずらさなくても別にもうそのまま2体目のシバドラ使ってもらってもね全然良かったかなと思いますね。はい、で2階層は、覚醒無効飛ばしてくるので、はい、ここで、スを打ちました。でレグロスの裏の、レイですね、打って覚醒無効解除してシバドラ使ってずらして倒していきます。2階層の先制も結構高いんですけど、ウルトラマンキャラ2体入れてるとヒットポイント的にはねだいぶ落ち着くなと思ったので、可能であればね2体入れたいなってとこですね。はい、で3階層も連続でね無効貫通張ってくるんですけど、レイのスキルがまだ生きてるので、シバドラ使ってずらしでね倒していきます。はい、で4階層はアシスト無効ですね。4ターンの間剥がしてくるんですけど、ヒットポイントもねそれなりに高めにはなってると思うので、2体入れればね、なんで普通に、特にアシストはねもう L 字組んで解除するとかしずに倒していきます。でここだけちょっとね半減が2ターンついてて、ワンパンきついので2パンでね倒していきます。で回復少なくなってきたりすると、レオを使って回復して進んでいくと、いいかなと思いますね。はい、でボス戦のまず第1段階ですね。シールド貼ってくるので、まずはシールドをね剥がしていきます。やることはね変わんないですね。シバドラ使って、盤面に回復があれば回復組む、なかったら紙結びとかも使えるのでね。はい、でシールドそんな硬くなさそうですね。で、シバドラ使ってで、また回復なかったんで、レオ使って。で、この敵もね、そんな硬くないので、普通にね、倒すことができますね。レオね、3属性になって、上限解放130億ぐらいね、ダメージ与えれるんで、非常におすすめですね。はい、で、ダメージ吸収のスキル1ターンだけなので、ここでね、レグロス使って遅延かけていくので、ダメージ吸収のスキルは持ってこなくても OK ですね。で、あとはね、もうひたすら削っていくだけなので、あとは3ターンかけて倒して終わりですね。非常に簡単。久しぶりにシバドラ使いましたね、何気に。やっぱりシバドラは楽だし強いなと、改めて思いました。まだまだ使えそうですね、シバドラね。はい、後半は水で相性が悪いので、2パンかけて倒すって感じですね。星6以上の、ガチャもらえるんでね、めんどくさい人でもとりあえず1回、はクリアした方がいいかなというダンジョンになってます。はい、よかったらねぜひやってみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。